どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、先日発表されたこちらの JALPay、まあ Apple Pay にね、登録することができるようになって、またね、JALPay ですね、今までね、JAL グローバルウォレットをね、持ってないとこちらね、利用することができなかったわけなんですけども、まあ今回ですね、そういったね、あの JAL グローバルウォレット持ってない方もですね、利用することができるようになって、まあ始めやすくなったということでね、まあ先日紹介させていただいたわけなんですけども、ご質問でですね、このね、JALPay を使ったお得なチャージルートね、あの、ございます ということで、ご質問いただきましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、私がですね、このね、JALPay が出た時にですね、まあ、いろんなね、ハメックスとかいろんなカードのチャージルートね、私の動画で、まあ、ANA マイル、JAL マイル関係率ね高いものを紹介させていただいてるわけなんですけども、こちらね、 ジャルペイ紹介しなかったね。まあ、最大の理由っていうのはですね。このジャルペイっていうのはですね。今現時点で,ですね。クレジットカードからチャージすることができないんですよね。まあ、これがね、私が紹介しなかったね。最大の理由ということで。まあ、クレジットカードからね、チャージできないとですね。正直ね、私のモチベーションもね、あんまり上がんないんですよね。ですので、今現在ですね。銀行口座からとかね。またマイルからとかしかね、チャージすることができないっていうふうになりますんで。まあ、この点はね、 あるわけなんですけども一応ね報道機関のね情報によるとこのね JALPAY 一応クレジットカードからのねチャージの予定はされているみたいなんですよねどういう予定はされているみたいなんですけどもまあ、正直ねいつあのー、開始になるかっていうのはね現時点では全然わからないっていう風になりますんでまあ、この点も踏まえてですねまあ、気になる方は最後までね、えー、ご覧いただければななんていう風に思いますはいということでこちらね公式サイトになっておりまして、えー、まずですね今ね JALPAY はですねリリース記念の キャンペーンがやってるんですよね結構ね内容自体はね渋くなっているわけなんですけどもまたねマイルがもらえるのはまあ、登録でね50マイルがもらったりまたね下の方に行っていただくと JAL、えー、ショッピングマイルが3倍になりますよこちらねエントリー必須になりますまたねこちら JAL、えー、ネオバンクの チャージですね。マイルがもらえるということで。まあ、今回ですね。先ほど冒頭にも言った通りですね。この JALPay っていうのは、今現時点ではクレジットカードからチャージすることができないんですよね。で、またね、今回紹介する方法も、このね、JALNEOBank っていうのがですね、チャージ元っていうふうになっておりますんで、このね、 ジャルネオバンク講座をね、持ってない方は、こちら講座解説しなきゃいけないっていう風になるんですよね。私がモチベーション上がらなかった、もう一個のポイントもね、まあ、ここ、あの、ジャルネオバンクね、持ってない方もいらっしゃると思いますし、またね、このジャルネオバンク講座って普通に銀行講座、SBI 銀行でね、銀行講座っていう風になりますんで、ま、あちょっとね、ハードル高いですよね。キャンペーンに乗るためだけに、この銀行講座をね、開けるっていうのも、まあ、なんかね、講座解説しただけで1000円とか3000円とかもらえるんだったらね、またいい んですけれどもまあ、もらえるっていうのもですね1万円チャージして500ジャルポイントしかもらえないっていう風になりますんでまあ、この点のハードルを超えられる方向けっていた形になりますかねでまずですねこのジャルショッピングマイル3倍キャンペーンですねこちら前回動画出した時にですねすいませんデフォルトのねキャンあの関与ね入れ忘れて計算してしまいましたのでこちらねもともと200円につき1ジャルマイルがねもらえるっていう風になりますんで え、い、え、0.5%還元なんですよね。で、え、1%還元がつくっていうふうになりまして、え、2000JAL マイルがね、上限になりますんで、月でね。ですので、月の上限の対象支払い金額は20万円までが対象っていった値になります。20万円までの間は、ま、3倍でね、利用することができるっていうふうになりますんで、全部合わせて1.5%還元の JAL マイル還元につっていった値になります。で、こちらね、エントリーが必須になっておりますので、もしね、今回 紹介するねやり方利用する方に関してはエントリー忘れずにねしてください概要欄にね載せておきますで次にですね JAL ネオバンク口座をお持ちの方限定ということでまあ、もしね口座解説してない方は先ほど言った通りね口座解説してまあ、1万以上入れておくね 500JAL ポイントもらえるっていう風になりますんでまあ、こちらねもし口座解説される方はですねまあ、1万円入れとけばね500円もらえるっていう風になりますんでこれはね利用しといてくださいで下の方ですね JAL ネオバンク口座をお持ちの 方限定ということでご利用状況に応じて毎月ボーナスマイルがもらえますということでこちらね JAL ネオバンクの銀行口座からジャルペイにチャージするとですね2万円チャージすると150マイル5万円チャージすると450マイルがねもらえるっていただになりますこちらね上1のねこの2万円チャージしていただくと150マイルっていうのはこちらね常設のプログラムみたいなんですよね はい、3月31日以降もね、継続になります。で、2つ目のこの5万円で450マイルっていうのが、まあ、今回のキャンペーンで、またね、1、2、両方とも重複ではございませんので、2万円チャージして150マイルがもらえて、5万円チャージして450マイルがもらえるのではなく、5万円チャージしたら450マイルしかもらえないって言った味になります。で、このキャンペーンが11月の7日から2024年の3月31日までということで、ま、あ今ね、11月の、ま、終わりになりますんで、ま、あ大体3 4ヶ月ぐらいですねこちらのキャンペーンが利用することができるっていった値になりますでこちら5万円チャージすると450マイルっていうふうになりますんで還元率にすると 0.9J ャルマイル還元率っていう計算になりますですので 3月31日まではですね、5万円チャージしていただくと0.9%還元で利用することができるって言ったになります。こちらを踏まえてですね、チャージルートね、私の方でちょっと検索させていただいたわけなんですけども、それがですね、こちらになります。まずこちらは Android と iPhone 両方利用できる方ですね。まあ私みたいにですね、まあ iPhone を持っていて、まあサブでね、楽天モバイルとかね、まあ私は楽天ハンド持ってるんですけども、まあ利用できる方に関しては、 こちらですね。非常におすすめです。というのも、最後ね、楽天キャッシュまでね、あの、Android 利用できる方、iPhone と Android 利用できる方はですね、楽天キャッシュまでね、行くことができるっていうふうになりますんで、楽天キャッシュまで行ければですね、最悪ね、投資イン購入することもね、できるっていうふうになりますんで、もしね、この方法が利用できる方はですね、こちらね、利用していただいても、まあ結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。で、還元率はですね、JAL マイルが最大3.15で、ANA マイルもね、0 5 5%還元が取れるっってたになりますまずね、JAL ネオバンクから、ね、一月5万円以上チャージしていただくと、450マイルをも,もらえて、それがね、0.9%還元の JAL マイル還元率ですね。で、a u p a y リペイドにですね、チャージしていただいて、一月ね、20万円まで利用することができるんですけども、a u p a y リペイド自体がですね、5万円までしかね、チャージすることが一月できないっていう風になりますんで、 こちら1一月5万円以上チャージしていただいて、ここもね、あの、物理的に5万円までっていう風になりますんで5、1.5%ジャルマイル還元率ですね。こちらは先ほどのキャンペーンの3倍をね、適用した数字になります。で、a u p a y プリペイドっていうのはですね、ApplePay でね、 ANA p ペイにチャージすることができますんで、こちらでね、ポンタポイントの還元が取れます。で、ポンタポイントはね50、50%でジャルマイルに交換することができるっていう風になりますんで、この3つを合わせると、2.65ジャルマイル還元につっていたうちに、 なりますで、ここからですね、ANA p から楽天エディですね。こちらね、えー、カード番号でね、チャージすることができて、ここはね、ANA マイルがね、溜まるっていう風になりますんで、ここでね、0.5%、ANA マイルがね、溜まります。ですので、まあ、全部合わせるとですね、こちらで2.65で0.5ですね。で、このね、楽天エディから楽天キャッシュのチャージっていうのはね、これね、本当に早くね、iPhone 対応してほしいんですけれども、もしね、ここ iPhone 対応してくれればね、これ全部 iPhone でも利用することができるようになるん ですけれどもまあ、現時点ではですねこのエディからキャッシュのチャージっていうのはアンドロイドしかね対応していないっていったたちになりますもちろん還元はねありませんですけれども楽天キャッシュにね移行することができればですね先ほど言った通りですね楽天証券で投資委託ね購入することが1月5万までね利用することができてまたね楽天キャッシュっていうのはねそのまま楽天ペイで利用することができますんでそしたらね1%ポイント還元が取れるって言ったたになりますですので2.65のさらにねこちらの1 1還元をル、えー、マイルにね交換していただければまあ、まあ、2.65でまあ、ANA マイルに交換していただくとね ANA マイルが1%還元って言った形になりますですのでまあこのルートを組んでですね最終的に楽天ペイで利用していただくっていうのはね非常におすすめって言った形になりますまたねまたね楽天ペイで、えー、請求書支払いね手数料なしで、えー、税金 払えるっていう風になりますんで、この利用方法も結構おすすめって言ただちになります。まあこのルートね、あの利用できる方であればですね、結構おすすめなので、ぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。まあ一応3月31日までっていう風になりますけども、3.15%還元なんでね、結構いいですよね。で、次にですね、 iPhone だけしか持ってないよっていう方は、まあこちらね、2.65%還元の ANA マイル0.5%還元。まあ先ほどのね、ルートは全て一緒なんですけども、最後のね、ANA p イから、まあ ANA p イでえ、そのままビザタッチ決済だったり、ID だったりね、クレジットカード番号を出して利用していただくと0.5%が取れて、またね、モバイル追加にね、チャージすることができるっていう風になりますんで、モバイル追加にね、チャージしていただいて、モバイル追加でね、利用していただく。まあこれでもですね、2.65% というふうになりますのでこれもね結構おすすめっていただになりますで次ですね JAL マイル還元率2.65プラス,ス ALMILE0.5% さらにトヨタ1%パーということでこのね先ほどとルートこれも一緒で iPhone の方しかねこちらもトヨタウォレットで、えー、モバイルスイカにチャージしていただいたりこのトヨタウォレットっていうのはねカード番号とかも出すことができますんでここでねアマゾンで購入したりとかねまあ ネットショッピングとか利用していただいても OK なんですけども、そこでね、トヨタのね、1%還元が取れるっていう風になりますんで、まあこちらね、2.65を取りつつ、ANA マイル0.5を取りつつ、トヨタ1%還元がね、取れるっていう風になりますんで、これね、結構、 関係率はね、高くなるっていう風になりますんで、まあ、この方法もね、おすすめなんですけども、まあ、チャージを繰り返しますんでね、めんどくさいことはめんどくさいですね。一応ね、こういったルートもございます。で、アンドロイドのね、えー、しかね、持ってないよっていう方は、もうね、これしかね、ちょっと私はね、思い浮かばなかったんですけども、えー、先ほどのね、ルートは一緒で、えー、JAL ネオバンクから JALPay、チャージしていただいて、 Jalpay から a u p a y リペイドですね。番号でチャージしていただいて、この a u p a y リペイ p a aupay っていうのはですね、この Suica にね、利用することができるっていう風になりますんで、Suica にチャージしていただいて Suica で利用していただく。まあこれでですね、還元も取れるっていう風になりますんで、これでね、計算すると j a l 前の還元値2.65はね、取れるっていう風になりますんで、もしね、Android ユーザーでこのキャンペーンね、利用されたいっていう方は、まあこちらの方法はね、おすすめっていたがちになります。 ま、こういった感じになりまして、このね、JALPay のキャンペーンですね、3月30日まで1.5%還元でね、利用することができますし、またね、JAL ネオバンクから JALPay のチャージね、5万円チャージでね、450マイルがですね、3月31日までこちら利用することができるっていう風になりますんで、もしね、参戦されたいですよっていう方は、ぜひね、こちらはね、エントリー必須なのでね、注意してください。で、またですね、今までね、お勧めさせていただいてたのは、こちらのルートなんですよね。ま、こちらでもですね、JAL カードを ショッピングマイルプレミアム加入している方で JMB1 にね、チャージしていただくと1%還元が取れて、またね、ミニストップで5と5の付く日にポサカード購入していただくと、さらにね、1%還元が取れるっていう風になりますんで、このルート組んでいただくと2%還元でですね、楽天のね、投資インター購入することができたり、さらにね、楽天ペイで購入していただければ、プラスね、楽天ポイント1%還元、これ JAL マイルで書いてありますけども、さらにね、0.5%上乗せすることもできますし、 請求書払いもね、利用することができます。またね、バニラビザっていうね、ポサカード買っていただくと、 こちらでね、モバイルスイカにチャージすることもできますし、またね、アマゾンギフト券購入していただくと2%還元で、まあアマゾンでね、お買い物できるっていう風になりますんで、今までね、こちらをお勧めさせていただいたわけなんですけども、まあ還元率自体はですね、先ほどね、キャンペーンで紹介した方がね、還元率は高くなるっていう風になるわけなんですけども、今までね、こっちでやられてた方はですね、そこまで還元率めちゃくちゃ変わるっていうわけではね、ございませんので、まあここはね、お好みにはなるわけなんですけども、まあこちらもね、一応覚えておいていいと思います。 いた,だきたいいいなぁなんていう,ふうに思いますということで、今回ですね、j a l p イのね、チャージルートご質問いただきましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、冒頭にも言った通りですね、今現時点では、JAL ネオバンク、もしくはマイルチャージとかね、銀行振込とかしかね、チャージすることができないっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、私的にはですね、やはりね、マリオとアメックス今メインカードにしてて、まン、あ、来店ヒルとアメックスプレミアムに戻そうかなとか、まあいろいろ考えてるんですけども、とはいえね、まあメインカードは基本アメックスのね、あの、クレジット クレジットカードにね、しているっていう風になりますんで、やはりクレジットカードからチャージできないとね、あんまりモチベーション上がんないかなっていうところで、まあ私はちょっとね、利用しないかななんていう風に思うわけなんですけども、もしね、ちょっと手間でも、えー、ジャルマイル還元率で、ね、上げたいですよっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ